ビジネスの伝説 J. エイブラハムとは何者だ。現代のマーケティングにおける最高の頭脳 J. エイブラハム、生み出した利益は5兆円以上。300人以上のエキスパートのお手伝いをしてきましたが、その全員が各自の分野でトップクラスのプロたちです。天才だね。 J のマーケティングのおかげで1ドルも使わず利益率が3倍になった。マーケティングをマジで極めてる。 J は僕が知ってる誰よりもマーケティングの方法、最適化の方法、最大化の方法、最高を目指すための道を歩み、成長していく方法について熟知しているよ。本物、フル活用されていない資産をポーンと売り上げに変える力を持っている。ビジネスをさらに前進、成長させてくれる。全米トップクラスのマーケティング頭脳、最小限の労力で最大限の結果を出す方法を熟知している。人生にはメンターが必要であり、 J. エイブラハムは最高の存在だ。J は私にものすごく独自のポジショニングをする方法や、それを相手にしっかりと伝え、さらには特定のターゲット市場を狙っていく方法なども教えてくれました。 J. エイブラハムはビジネスとマーケティングにおける最高の頭脳の持ち主だ。スティーブン・ M.R. コビー曰く、あなたが絶対的な信頼を勝ち取れば、売上もクロージングでの結果も 300% 高まるだろうと。父のスティーブン・ R. コビー博士が J を私に紹介してくれました。父は、 J. エイブラハムは自分が知っている中でもビジネスとマーケティングにおける最高の頭脳の持ち主だと語っており、私も父の意見に同意です。今日のリーダーや組織にはチームメンバーが起業家的なマインドセットを持つ助けとなることが求められていますが、 J こそがまさにこれをずっとやってきた人なんですよ。人間というものを理解した上で、各自が持つ独自の強みを生かすシステムやビジネスモデルを設計しているのです。世の中には2種類の起業家がいます。戦術的、反応的、防御的な、平面的な人と、積極的、戦略的、主体的な、立体的な、本物の起業家、つまり投資家です。平面的な人は売上引く費用イコール利益としか考えないのに対し、立体的な投資家は自分が持っている資産が現在のモデルから永続的にもたらすリターンの合計に目を向けた上で、さらに商品やオファーを一つ増やすたびに、その1回の投資から得られるリターンが想像を絶するほど何倍にも高まることを知っているんです。それによりさらに投資ができるようになるんですよ。 J は私がそれを実現するのを手伝ってくれ、それが私の仕事の確固たる基盤となりました。私は J. エイブラハムを信頼しています。J はマーケティングの天才、類まれなるディールメーカー、戦略と売上の巨匠、競争優位性のプロ、収益システム最大化の指揮官。この男は天才だ。最も大勢の起業家を生み出してきた人物は J. エイブラハムだと言って間違いないですね。大げさじゃないですよ。 J と電話で話すたびに、切った後に、今まででトップクラスで頭がいい人だなって思うんですよ。本当にすごいとしか言いようがありません。あらゆる国のビジネスを見てきた男ですからね。私自身ももっと J に引き上げてほしいって思っています。今100億円のビジネスをどうすれば1000億円の大企業にできるか、アドバイスをもらいたいです。 J. エイブラハムはトップ中のトップ中のトップ、しかもぶっちぎりで。もしあなたが本気で市場を独占したくて、簡単には奪われない競争優位性を望んでいるなら、 J. エイブラハムを訪ねなさい。使い切れていないチャンスを活用、最大化することにかけては、 J. は最高峰の人物だと思う。J は間違いなくこの分野での世界のトップリーダーです。 J は世界ナンバーワンのマーケティングの権威、ビジネス成長の戦略家だと思う。ゴールドラットリサーチの CEO、 ドクター・アラン・バーナードと申します。制約条件の理論についての世界屈指の専門家であり、意思決定に関する科学者でもあります。ほとんどのビジネスは今市場からの制約を受けています。つまり提供している商品やサービスに対する需要が足りていない状態です。私は幸運にも何年にも前に J. エイブラハムと出会うことができました。 J. はおそらく世界のマーケティングの第一人者であり、トップクラスのアドバイザーであり、ビジネスが市場の制約を乗り越える方法を編み出す究極の天才です。人間のレベルを超えているほど貴重な人物だ。私は非常に実践的で、事実に基づいたロジカルな人間です。
彼は極めて頭が良くて、こういうのが得意なんですよ。J. エブラハムのアイデアには耳を傾けるべきだ。このマーケティングの天才を止めることはできない。もはやキャッシュフローや広告、売上を生み出すマシンだ。ビジネスやマーケティングの殿堂っていうのがあれば、 J. エブラハムは確実に殿堂入りだね。フェデックスの創業者がとある最高のアイデアでビジネスを3倍に成長させるのを助けたのが J. だ。もっと聞きたい？トニー・ロビンズ、アンソニー・スカラムッチ、ブレッド・プルーフの CEO デブ・アスプリ、ジョン・ベンソン、モリー・マホーニー、ライアン・レベック、スケーラブル・カンパニーのライアン・バイス、ペリー・マーシャル、アダム・アバンスキー、アレックス・ジェフリーズ、リッチ・シェフレン、マーベリック・ワン・サンザントの創設者ヤニック・シルバー。私を成長させてくれたおかげで、私も大勢のお手伝いができるようになりました。売上も何億円も生まれたし、周りの人の人生も変わりました。フィリップ・スタッツ、キム・ウォルシュ・フィリップス、ジョー・フィア、マット・ブルフ、マット・リズビー、ラーンの CEO、アニク・シンガル、ジェフ・ウォーカー、ニューヨーク・タイムズのベストセラー作家のラミット・セティ。J の戦略で一番影響を受けたのは、生涯価値、ジョイント・ベンチャー、教育型マーケティング、関係性の資本、卓越の戦略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 。私は卓越性にレバレッジをかけ、 VSL の生みの親となりました。ずっと卓越性を大事に生きてきました。口コミという世界最強のマーケティングを生み出す方法は、私は1000種類以上の業界を見てきたため、コストもかけずリスクも負わずに使える非常に価値のある紹介獲得戦略を125種類把握しています。もっと紹介を獲得し、顧客の声を集めることでどんどん口コミを広げていく方法について、 J は絶対的な天才ですね。皆さん、きちんと構造だった紹介獲得戦略を一つも持っていないんですよ。何もしなかったり、ただ反応するだけだったり、あるいはたまに気まぐれに紹介してもらうことに依存してビジネスを動かしているんです。でも紹介戦略を3つ用意し、あなたを愛してくれる 20% の人たち、つまりあなたのファンにフォーカスすれば、景気が悪くても関係ないでしょう。フォロワーが一気に増えただけでなく、ラッセル・ブランソンなどの有名人からもフォローされるようになったんです。意味ある形で一貫した紹介獲得戦略を実行すれば、爆発的成長の余地は計り知れませんよ。関係性の資本、関係性の資本、 J の関係性の資本の教えは凄まじいです。私たちのビジネスの核となっているのは関係性の資本です。関係性の資本はビジネスの成功に必須となる基盤です。たった半年から8ヶ月程度で億を突破しました。関係性の資本を活用することで、現在年間約54億円のマーケティング予算をマネージしています。あなたも含め誰もがヘッジファンドの投資家なのに、収益を生み出すそれぞれのインパクトポイントや活動の利回りを把握していないのではないでしょうか。把握していなければ、本来出せるよりも低い利回りで良しとしていることになるでしょう。これヘッドファンドマネージャーだったらクビですよ。 J. エブラハムを知ったあなたには必ずハッと気づきが訪れるでしょう。J は人間の行動を熟知しています。 J があなたの課題に取り組むときには、決して一方的にものを言うのではなく、あなたとあなたの状況に自ら入り込み、まるで自分のことのように取り組んでくれるんですよ。現在の世の中は私のためになるかどうかというマインドがはびこっていますが、 J は真逆で、あなたのためになるにはどうお手伝いすればいいだろうと常に考えています。J はものすごく柔軟だし、人としても本当に素晴らしいんです。 J はより高いレベルで世界に貢献している人のことが大好きなんですよ。例えば自分が儲けるためではなくて、世界で何かを変えようとしている人、 J と一緒に仕事をしたり、コミュニケーションを取ったり、人間関係を築いている人は世界にお返しをしなきゃいけませんね。コーチングから戦略的アドバイス、知恵の共有、レジリエンス、クリエイティビティまで、とにかく倫理的で賢く聡明で、起業家の方々の成功をお手伝いしたいというのが J なんです。もうレベルが超越しているんです。そして常にウィンウィンを生み出す精神を携えています。
J はあなたとあなたの顧客とそれをつなぐ何らかのパートナーシップという三者間にウィンウィンウィンをもたらすことにとても優れています。起業家のお手伝いをすることが本当に好きなんですね。最高の倫理観を譲らないトップレベルの人ですよ。まさにそれが J という人間の結晶なのです。最高のアイデアを実践することで大きな利益、結果が生まれる。 J は結果を出します。実績が物語っていますよね。何千億円ものお金を市場に生み出す手助けをしてきたのですから。 J の教えにより付加価値を 10% から 20% 高め、販売量を 10% から 20% 高め、購入頻度を高めることで会社は倫理的に1件あたりの平均購入価格を高めることができます。利益がどれほどアップすると思いますか？見逃されているチャンスを活用し最大化する。僕は今までいろいろやってきて、この分野は自分でも得意だと思ってるけど、 J は何十年もやり続け進化し続けてるんだ。優れた思想家であり、最高の戦略家であり、人としても素晴らしい最高の存在です。ではあなたに何をしてくれるのか。 J は私のビジネスに多大な影響を与えてくれましたし、ビジネスだけではなく私の生徒や読者、クライアント、顧客についても深く考えるようになりました。あらゆる業界と仕事をし続けてきたんだ。J はあるビジネスを見て、これをどうより良くしようかと考えるだけでなく、 J がこれまで見てきた他のすべての業界から、そのビジネスがいる業界では誰も聞いたことも見たこともないようなものを持ち込むんです。私はずっと世界中のさまざまな業界や専門家と仕事をし続けてきたため、参照できる対象が増えているんですよ。トニー・ロビンズに初めて会った時の私は、掛け算的なパフォーマンス向上のためのコンセプトを12種類知っていましたが、今では90種類以上把握しています。異業種からアイデアを持ってくるのが最高に得意なんだ。例えば不動産業界では誰もが同じようにマーケティングをしている。広告出してオープンハウスしてと、みんな同じようなことをしている。でも別の業界に行くとそんなことはしていない。見本市を開いたり、同じだけの努力、時間、チャンス、市場へのアクセス、やり取り、お金、流通チャンネル、営業部隊でもやり方によって2倍、5倍、8倍もの結果を生み出せるんですよ。しかも追加で投資したり時間をかけなくても。でもこれはまだ初級編で、もう少しひねりを加えればさらに継続的に利益を生み出せるようになるんですよ。戦略的思考を持って物事を見るというのは間違いなく J. エイブラハムから学びました。J が大元だからね。君たちが名前を知っているようなマーケティングコンサルタントのほとんどは僕を含め J に影響を受けているんだよ。あなたがこれまで買った本や受けた講座、参加したイベントなどのほとんどにインスピレーションを与え教えてきたのが J です。人間技じゃないレベルの知識の宝庫だね。地球で唯一無二の存在だ。加速的成長をさらに超えていく必要がありますよ。追加の投資やリスクを伴わなくても利益を増やすための方法が90種類もあるんです。同じかそれ以下の労力や時間で加速的成長が遂げられるのに、足し算的なやり方をする理由はありませんよね。 J はこれまで多くの問題を解決してきたため、すぐに答えが出てくるんですよ。ものすごく高度だから、まずはメモを取りながら聞いて、家に帰ってからじっくり考える必要があるんです。クリックファネルズをここまで成長させられたのは、戦略的に他とは異なる考え方を学ぶことができたからです。 J のおかげです。彼のマーケティングに対する考え方は、私が知っている地球上の誰とも異なります。40年以上にわたり最高の戦略的マーケティング&ビジネス構築のブレイクスルーを天文学的レベルで届けてきた。 J はマーケティングに関して最高に広い視野を持っています。他のどのビジネスやマーケティングのエキスパートよりも、 J は戦術だけでなく、その背後にある戦略を本当の意味で理解していますし、さまざまな要素がいかに組み合わさるかを理解しています。5兆円を生み出す思考を持つ J. ブラハムはプライスです。J は私のビジネスモデルをバラバラに分解し、ゼロから再構築するのを手伝ってくれました。ビジネスの理論面だけではなく、実践的かつクリエイティブに独自の思考を持って扱うことのできる知的レベルの最先端にいる数少ない人物なんです。他の皆と同じことをただ繰り返すだけじゃないんですよ。
彼の頭脳は状況を見て横に倒して違う角度から見てあなたが思いつく10倍以上のチャンスを見出すことができるんです。後から考えると、ああどうして気づかなかったんだろうと思えるような視点を与えてくれるんです。こうしたらどうですかと言ってもらうと、ああなぜ自分は今まで気づかなかったんだろうって、それぞれの問題を建築の立体図面のようにあらゆる角度から見てどこに最大のチャンスがあるのか、どこに最もクリエイティブなアプローチがあるのかを見つけるんです。まるで CT スキャンですね。信じられませんよ。見方を今までとちょっとだけ、本当にちょっと変えるだけでいいんです。他には方法がないように思える状況でも J は必ずチャンスを見出します。J のおかげで何億円も稼ぎましたし、何よりこの業界でリスペクトされるようになったという価値は本当に大きいです。市場から信頼されることで他のこともできるようになるんですよ。専門知識と幅広い戦略的知識の化け物級の組み合わせ。 J の言葉には必ず形容詞が27個つくからね。洗練されていると同時に叩き上げでもある。 J ほどボキャブラリーが豊富な人はいませんよね。テトレーション、ヘプテーション、ペンテーション、ペクセーション、ノクテーション。一般的な普通の文章であんなに高度な単語を使う人は他にいませんよね。 99% のマーケターが数週間、数ヶ月の時間を割いて考えるよりも優れたマーケティングをすぐにサラサラっと書いちゃうんです。とんでもない深みを与えてくれるよ。あなたのマインドセットと現実を J が進化させるだろう。はい、ステップ1、2、3みたいな感じじゃなくて、脳と思考を駆使して新たなチャンスを見出していくっていう感じかな。あなたのビジネスの中にある大きなチャンスを J は朝飯前って感じで、ほらそこにあるよって見つけちゃうんです。 J から学んだ基本的な教えは今でも深いレベルで役立っています。彼はシンプル化してくれるんですよね。まさに天才です。顧客に積極的にもっと支払ってもらい、もっと購入してもらい、もっと頻繁に購入してもらう、そのための最もシンプルで最も早く最もコストをかけず最もリスクの低い方法を見つけることこそがビジネスにおける最大のレバレッジポイントの一つです。 J が教えてくれたたった一つの方法が私のビジネスに5億円をもたらしてくれました。彼の考え方は大変独自です。1を50に、あるいは100に変える方法を考えているんですよ。おかげさまで今は数百億規模の会社になりました。起業家が掛け算的に加速していくためには、今していることすべてをまず最適化すること。最適化とは最高かつ最善を意味しますが、より広範囲の可能性に目を向けない限り最適化すらできません。ほとんどの人は人生の視野が狭いんです。ここまで成長できたのは J が経営者やマーケター、そしてビジネスの加速的な成長を目指す人たちのために教えている戦略と基盤のおかげです。加速的な起業家は自分の活動が現在においても将来においても最大の価値を生み出すことを肝に銘じています。 J のおかげで私の収入は2倍、純資産も2倍、企業価値は3倍になりました。J にメンターになってくれと投資した自分を褒めたいです。すでに成功している人をさらに加速的に成功させることができる人なんて他にほとんどいませんよ。 J は私がすでに使っていたメッセージングとポジショニングを私のオーディエンスにとってよりパワフルに伝わるように変えてくれました。インパクトを生み出せる大きなビジネスに成長させるための最高の知識はJが持ってますよ。クライアントが巨大なブレイクスルーを発見するために200問以上の診断的問いを投げかける。あなたのビジネスも気づかないうちに行き詰まっていませんか？あなたはこれらの問いに正直にいくつ答えられますか？もうすでにほぼ最適化できているという考えをやめることから始めましょう。皆さんの回答を大事に拝見しましたけどね。ですが皆さん、今費やしている時間や労力、お金に対して本来得られるはずの何分の1で甘んじているんですよ。
J はマーケティングの戦略と戦術における最高の人物です。J は唯一無二の存在ですね。 J が私に与えてくれるインスピレーションや教えは J 以外の人からは絶対に絶対に学べないんです。まさにオンリーワンです。今これを見ているあなたが何らかの形で J とつながるチャンスがあるなら、本を読むとかイベントに参加するとかコーチングコースを買うとか一緒に時間を過ごすとか、ぜひ飛び込んでください。 YouTube で動画を見るだけでもいいんです。とにかく飛び込んでみてください。もし J から学ぶ機会や一緒に仕事をする機会があるなら、ぜひぜひそうしてください。もしかしたらあなたの人生が変わるかもしれません。 J ブラームがいなければ今の私はいませんよ。J のことをまだ知らない人はぜひ調べてほしい。別に僕に見返りがあるからこんなこと言ってるんじゃないよ。 J から学べば君のビジネスに大きな影響があるはずだから言ってるだけなんだ。 J エブラハムのおかげですよ。彼は素晴らしい著者でもありますから、 J の本や教材はすべてとても役に立ちました。今や最高の友人です。もしあなたが J と仕事をする機会があるなら、あるいは少しでも学ぶ機会があるなら、ぜひそうした方がいいとしか言えません。マーケティングでもビジネスでもあなたの活動すべてに違いをもたらしてくれるでしょう。私は J のこれまでの仕事にも、また私に提供してくれたマンツーマンのコンサルティングにも心から感謝しています。 J がいたおかげで私も世界にお返しができています。少人数のグループでもマンツーマンでも J に見てもらえる機会があるならぜひやった方がいいです。投資に対するリターンが永遠に続きますよ。人生でもビジネスでも。J は見逃されている状況を特定する天才です。 J から学ぶことを心からお勧めします。また私のビジネスと私のクライアントのビジネスに対する J の貢献に改めて感謝します。 J ありがとう。人生にはメンターが必要であり、 J エブラハムは最高の存在です。ありがとうございます。J エブラハムに大きな拍手を。